い、私の469日目でございますが、今週も特に言うことはないっていうかね、なんか朝ウェザーニュースの動画がおすすめに出てきて、西日本は結構大雨になるっていう予報を見たので、いや今日は畑に出れんなと思っとったんだけど、今夕方雨全然降ってないっす。騙された、ウェザーニュースに騙された。まあそんな日もあるな。特にね、報告することはないんだけどね、今年はどうだろう、オクラが結構頑張ってますね。なんか親が、父親が何回かオクラを植えたせいなのか、何回か植えたオクラが功を奏して結構頑張って残ってるオクラがいっぱいあるっていう感じ。これよく見るとオクラの横、シシトか、シシトがオクラの成長の割り送ってあんまり小さいですけどね。はい、オクラが頑張って大きくなってます。今年はね、オクラの葉っぱ切り虫もあんまりいないような感じが、まあいるか、オクラの葉っぱを巻き巻きにしたやつがいるんですよ。なんかこの害虫がね、葉っぱ巻き巻き虫が、こいつがいるからもうオクラはいました、こいつが悪い、こいつが悪い、葉っぱ巻き巻き虫です。こいつらは撃退しないとダメなんだけど、そしたらまあそのこいつらの数よりもオクラの方が育ってるから、葉っぱ巻き巻き虫の進捗があんまり大きくないっていう感じですかね。うん、いいことです、はい。あとはなんかいいことあるかな。この辺相変わらず手つかずですね。で、茎ブロッコリーはもう立ち枯れてますね。夏はダメなんだな、茎ブロッコリーは。さすが秋冬の植物、もう全然枯れちゃってますね。モロヘイヤはいいし、これもう足の踏み場もないというか、もう茂みになってるブッシュですね。蛇が飛び出してきてもおかしくないという、もう一歩も足を踏み入れられない。そしてこうやってカメラを構えてますが、カメラというかスマホを構えてますが、もう手がめちゃくちゃやぶかに刺されて痒くて仕方ありません。もうそろそろ撤収ですね。もうダメだ、夕方とかに撮るもんじゃねえな、どんどん刺される。はい、てな感じで469日目のアザラシ農園でした。まあ特に紹介することもないけれども、紹介することもないけれども、まあなんとか頑張って生きてますって感じですね。